はい、欧州カノア通信教室の講座案内についてお話したいと思います。まずこの講座案内下の方にね、たくさん講座名出てると思うんですけれども、まず受験生であれば、6年生の子でもまずこのね適正の F テキストですね、文系理系テストなんですけど、ここをね6年生の子でもやってみてほしい。で3年生4年生の子でもね、これ受験までね見ることができますので、まあぜひね、これおすすめです。特徴としてはね完全解説やってます。まあこのテキストを使ってる塾さんって他にもあると思うんですけれども、授業時間の都合上ね、先生の方で独自に飛ばしてやったりとかすることってあると思うんですけれども、この S テキストも含めてそうこれ全部完全解説でやっていきます、欧州カノアの先生たちが。でさらに今年ね、6月から出たこの T テキスト、ここまでねやってます。だから F、S、T テキスト、これ全部 T テキストなんかまだね授業入ってないね、塾さんたくさんあると思います。ここまでやってますので、まず F、S、T っていうのをね、受験までしっかりやってみてほしい。あとは問題演習としてはね、このプレイバイスタディの前期テキスト、後期テキスト、これはね、よく銀本でね過去問やられてる方もたくさんいると思うんですけれども、非常にねセレクト問題になってまして、前期テキストっていうのはね地方の学校も多いんですよ。で、後期テキストっていうのは1都3県東京、埼玉、千葉、神奈川、あと京都とかね、問題の難易度が比較的高めの学校がチョイスされてます。このぐらいのね薄さになってますので、前期後期は合わせても銀本よりは薄いでしょ。でこれもね完全解説で入ってますので、これだとね欧州カノアの教室でやってるものがそのままに、お届けしています。であとはなんといってもこれは欧州カノアでしかない過去問完全解説だよね。受験生が一番欲しいのは欧州カノアの過去問の完全解説なんです。まあね今年から、統一試験に東京都の公立中高一貫校になりますね。とはいえ欧州カノアは独自問題の出題がフルにね、独自問題使われるでしょう。ですのでこの欧州カノアの過去、まあ、これ8年分って書いてあるんだけども、開校から含めると9年ありますよね。9年分の過去問完全解説、これを欧州カノアの先生が行ってますので、しっかりこの過去問9年分、欧州カノアの過去問完全解説、これが一番のおすすめです。全ての受験生にとって過去問は絶対必須です。欧州カノア過去問を制すものが欧州カノア受験を制すと思います。この辺でね講座内容下にバーッと見ていただくといろんなものがありますので、本田先生の作文通信教室なんかもね、本田先生が赤ペンを入れて何遍も何遍も返してくれたりしますので、欧州カノアの教室そのままに欧州カノア通信教室を行ってます。下の方の講座しっかり講座案内しっかり見てみてください。お願いいたします。